ワザプ YouTube どうも、ソーシャです。はい、ということで本日はですね、10月の31日、ということでですね、まあハロウィンということではあるんですが、まあ今日はですね、ちょっと欲しいスニーカーが、あるということで、朝から動画を撮影しております。今日そのリリースされるスニーカーというのがですね、まあ、今月の1日ですね、まあ頭に、出した動画の中でも、紹介した一足なんですが、エアジョーダン1のミッドナイトネイビー、まあ、CO.JP のね、モデルということなんですが、今日はこれを狙いたいなと。まあ、この動画の数日前にですね、あのケース付きのモデルっていうのもね、販売されたんですが、まあそれはちょっと買えなかったんですけども、あの通常ボックスバージョンですね、まあこれを狙おうと。もう一番最初にですね、この情報が出たのってもう結構前になるのかなと思うんですけども、まあネイビーのね、モデルということで、すごく欲しいです。シンプルに。まあ、できればね、あの、ケース付きのものが良かったっちゃ良かったんですけど、まあ、これに関してはですね、まあ、ケースなくてもね、あの、全然欲しいなというところなので、ちょっと頑張りたいなと思います。はい、ということで、まずはスニーカーズの画面っていうのを見ていきましょう。はい、こちらですね、エアジョーダン1、はい、OG.CO.JP ミッドナイトネイビーと。まあ、アッパーのデザインとしてはですね、まあ、OG 仕様で。まあ、ネイビーと白、でスーシュがシルバーになっているといったようなモデルです。まあ、あの詳しい、説明としてはですね、まあ、2001年だったかな、と思うんですけども、まあ、当時出た、CO.JP として、日本企画としてですね、まあ、展開されたジョーダン1を、まあ、復刻という形になるのかな、まあ、復刻という形でいいのか、まあ、シュータンの、ロゴであったりとかね、ウィングロゴの部分ですね、この横の寿司の上のウィングロゴの部分、まあ、この辺であったりとか、まあ、微妙にね違う部分、当時のモデルとは違う部分があるのはあるんですが、まあ同じ、大体は同じと。でインソールにも CO.JP と、まあ、当時のモデルはですね、まあ、シュータンのロゴっていうのがジャンプマンロゴだったんですけども、まあ、今回はナイキエアのロゴということで。ジョーダンを履きこなすときシューレースはどうする？僕完全結ばないタイプです。今の気分はどっちのコーデ？男性と女性が違うわ。で、なんかこれ当時、その、僕は2001年ってなれば、小学校6年生、とかだったので、ちょっとわからないんですけども、まあ、当時3転速っていう話をね、ちょっと聞いていたんですが、どうもその3転速のね、シリアル番号っていうのも、3000とそれ以外のシリアル番号っていうのもあったみたいですね、その分母の部分が。詳しくはね、実際は当時のことを知ってる人じゃないとわからない部分になってくるかなと思うんですが、普通にかっこいいんですよね。まあ、あの、このね、今動画が、公開されているタイミングでですね、まあ、前回のそのケース付きのもの、を買われてる方っていうのもね、中にはいらっしゃるかなと思うんですが、しみじみとかっこいいなって思います。はい。まあ、この他にも、堺のベイカーワッフルですか？もう11月6日、すごいっすよね、この重ねてる具合といいますか。ね、ジョーダン5のワットザ、11月の一番目玉なのかな、この辺が、この辺がワットザのジョーダン5。まあそんなことはさておきですよ、ずっと買わせておくれ。今回は、9時から、まあ、抽選受付開始なので、多分ね、10分間ぐらいですか、まあ抽選して、でそこからっていうところですよね。ひげちょっと長いな、キロ。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、ほい、抽選にエントリー、ほい、エントリー済みということで、さあ、まああとはね、待つだけではございますが、10分間ね、あるので、ちょっとまあゆっくりと待ちましょうか。多分ですね、動画の冒頭からですね、まあ気になられている方もね、いらっしゃるかなと思うんですが、髪の毛をですね、またブレイズに戻しました。久々のブレイズのね、このガチャガチャしてる感じ、ビーズがねついた感じでございます。今月、10月ですね、もう気づけば10月ですよ、10月も終わりですよ、2020年もね、まあ、残すところあと2ヶ月というところなんですが、10月はですね、スニーカー買ったのが結局トータル、動画で紹介したのがトータル5足、
だったのかな、って思うんですけど、実はですね、まだ動画で紹介しきれてないスニーカーっていうのがいくつかありまして、またそれはね、あの11月に入ってから、ちょこちょこ紹介しようかなって思うんですが、ちょっとね、遠方に行ってきたんですよ。その時のね、動画っていうところも、撮っているんですが、デッドストックっていうところですね、古いスニーカー、っていうところも買ってきておりますので、まあ、11月ぼちぼちと紹介していきます。まあ、今回ね、そのスニーカーズでのチャレンジではありますが、今後どうなんですかね、店舗での販売っていうところは、その抽選販売っていうところは再開していくんですかね。まあ、あと日本のプロ野球ですね、セリーグはジャイアンツが優勝しまして、パリーグは、ホークスが優勝して、まあ、パリーグの場合はですね、まあ、これからクライマックスになってくる、クライマックスシリーズですね、まあ、CS になってくるのかなと思うんですが、ジャイアンツとホークスが圧倒的に強いですよね、今。3、2、1、ドンと。特に画面は変わらない。はい。でも11月なんですが、ちょっとね、アウトレットまた行こうかなって思ってるんですけど、どこに行こうかな。今のところ、木更津に行くか、佐野に行くか、どうしようかなっていうところなんですが、まあみんなで行くってなればね、ちょっと人数が増えてくると、ちょっと難しいかなと思うので、まあ、それは難しいんですけど、みんなとね、またワイワイしながらね、行って、あとは終わってからね、焼肉行きたい。そう、焼肉食べたいな。あのこれね、ニューエラの5950の、まあ、ヤンキースのキャップではあるんですけど、ここにもね、サイドにもロゴが入ってるんですが、今年のね、春の、キャンプで、みんなが、選手が被る用のキャップやったんですよね。ヤンキースのロゴの中にもまだロゴが入っているというので、これも結構デザイン可愛いんですよね。本当にお願いだから買わせて。あの冒頭でもちょっと話しましたけど、今日ハロウィンですよ。皆さんはハロウィン何かされてるのかな。今日何かしてます？皆さん、もう毎年であればね、あの渋谷もすごいことになってるんですけど、今年は何もないのかな。まあ、毎年みたいなね感じには渋谷もならないのかなって思うんですけど、仮装とかもしようかな。なんかマスクかなんかでも買っとけばよかったな。あのビビの息子からいただいたスパイディと一緒に。スパイダーマンで言えば、そういえば噂になってたスパイダーマン3ですね、実際にスパイダーバースをやるのか。歴代の、スパイダーマンやってきた俳優がね、こう集まって一本の映画に出るのかみたいな噂が出てますが、あれ実際どうなんですかね。まあ、あってもおかしくない話ではありますよね。結局テネットまだ見に行けてないんですよ。早く行かんとね、もうそろそろ終わるでしょ。早く見ないと終わっちゃう。このスニーカーズのチャレンジ動画で変えて、よっしゃーで締めたいな、動画を。アウトバンで終わってるじゃないですか。俺をね、こう変えた、よっしゃーでこうバンで終わりたいですよね。映画で言うならもう今バッドエンドでしか終わってないので、ハッピーエンドで終わりたいですよ。結構長いよ。あ、今回32センチ、いつも32センチくらいまで展開あったっけ。コメント見てたら、大きめのサイズがないみたいなコメントが、そのいつもそのスニーカーズでチャレンジするとき、Yeah.